やれやれ。 兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに？兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか？このままじゃエレンは殺される。ウォール C7 内の検問をくぐり抜けるには、どうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、 私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。 行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。 傷つくよ。アルミ、一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。 あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で 適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい。これ以上聞いてられない。雲をもう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。女型の巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団の、いや人類の敗北だ。やっぱり女型の巨人は兄だったんだな。あいつ壁外に逃げるつもりだな。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに、くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。このでけえ外周が兄とは直接は戦わずに、うまくハンジさんのところへ誘導するんだ。悪いなアルミ、頼んだぞ。一緒に行かせて。ついてこい。私も行こう。やってやる。あ、ハンジさんだ。刃じゃどうにもならないよ。砲台を使って女型を消耗させるんだ。必ず仕留めろ。やってやる。エレン、まだ巨人になれないの？何度も試してんのに。くそ、なんでだよ。目的をしっかりイメージしてないと巨人になれないんだっけ。まさか相手が兄だから迷いが残ってるのか。何も捨てることができない人に何も変えることはできない。作戦はどうなった？エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。俺はやれる。悪いアルミン、厳しい状況だがなんとかするぞ。分かった。なんだか先回りして迎撃準備をしておいたの。女型の足を狙って動きを止めて。俺はやれる。くっつけてやる。戦場用意、必ず仕留めろ。って言って